どうも、もなみです。今日はね、これからお買い物に行こうと思って、チュッパチャップス舐めながら外歩いてます。本当はこっち行きたいんだけど、ちょっと赤信号だから、こっち側行こうかな。この広場はね、もう朝早くでも、いつでもなんか人がいますね。別になんもないのに、なんもないっつっちゃあれだけど、あの向こうの方にね、お花屋さんがあったり、あとあの建物が、なんだっけ、なんか観光案内所みたいな感じなんですけど、あとなんかね、あそこに銅像がおるから、ちょっと見ます。ちょっとね、せっかくのルイさんのね、頭に後止まってる気がする。あれ、ことだよね、止まってる。かわいい。こんなもんさ、こんな自分の像立派に作られたら、もうなんかいても立っても いられないけどね。恥ずかしくて仕方ないけど、まあルイさんはめちゃめちゃ好きだったんだろうね、こういう見せびらかしが。これがなんつうの、教会、キャテドラル。あ、結構ね、大きくてマジお城だよね。ディズニーかよって思うじゃん。ほんとディズニーかよって思う。私も丘の上にこうそびえ立つ、何なんだろうね。平日の真っ昼間でもたくさん人がね、この辺歩いてますね。ここに住んでる人なのか、この観光客なのか、まあその両方なんだろうけど、とにかくいつも人で賑わってます。うわー、クリスマスだ。このお店結構好きで、いろんな雑貨があってね、楽しいんですよ。で、今日ね、こんなユニクロで買った、何ユニクロで買った、何これ、レッグウォーマーみたいなの入ってる。オイルとお酢のスプレー、何に使うの。やっぱ味付け、お料理に使うんだろうな。でも急須、草とか熱とか書いてあるけど、あれ、日本にあります？中国系の急須なのかなとかって思ったけど。もうクリスマスで可愛いから入っちゃったけど、私は普通に今日スーパーに行きたいだけなの。どっかのスーパーに入りたいだけなのに寄り道しちゃった。あれは思わず足を止める声ですね。まあ、ファーマシーにやってきました。ちょっとね、値段を先にね、見たい。ラロシポゼ19が、ちょっとなんかラロシポゼ安そうじゃない？入っちゃおう。あ、フランスといえばアベニーかラロシポゼだと思うんですけど、あれね、あのお手頃価格のブランドね、見つけたのが1個。まずこれ、乳液ですね。乳液、これが12ユーロだっけ、忘れたけど。こっち、クレンジングですね。見た感じジェルっぽい感じ、クリームがジェルっぽい感じ。これもね、8ユーロくらいで見つけた。日本で買うより安いんじゃないかな、多分ね。お買い物してた何薬局がここなんですけど、そのね、向かいにこんなに立派な、なんだろうこれ、わかんないけど建物があるの。すごい乾燥肌で、冬はね、夏は着とるけど、もうなんかとりあえずクリームないから、クリーム塗らずにファンデーションをこう乗せてみたら、もうとんでもなくね、肌がね、もう粉々になって、皮膚が剥がれ落ちてるような感じになっちゃったから、マジでこれはクリーム買わなきゃなと思って。で、日本のラロシュポゼのサイトでね、値段を確認したら、なんとこのリッチの乳液4400円もするから、私さっきいくらで買ったんだっけ、レシート持ってるよ、$12.49だって。だから日本円に換算してもね、2000円いかないんじゃないの、わかんないけど。いいね、ここに一応スーパーあるんだけどね、カルフールシティ、シティってついてる、なんか高そうな気がするけどな。クオリティ高いかな、クオリティっていうか値段高いかな。実はお米を探してて、今まであのアジア系のスーパーで普通に日本のコシヒカリ買ってたんですよ。今までつっても2回しか買ったことないんだけど、だけど今回はヨーロッパの米に挑戦しようと思って、
なんか丸いお米探してんだけど、2階かな、ないかな、あるかな。わあ、面白いな、スーパーっていろんなものがあって。ちなみにフランスは卵高いっす。ピンキリあるんだけど、ほら見て。まあ、日本でもね、卵多分飼育環境悪いんだよね、日本の卵って。多分だから安いんだと思うんだけど、米は多分玄米とかなんかね、何、細長い米とかなら、まあ、ちょいちょい置いてあるんだけど、日本人が食べるような白い米ってあんまなくって、白い丸っこい米、リゾット用の米とかはあるかもしれない。ペットフードはあるんだけど、さっきのお店ではお米が見つからなかったから、今度はね、あそこに行ってみる。マイオーションって書いてあるんだけど、オーション。米、そういえば友達が米酢探してたから、米酢あったら教えてあげよう。タイ米なんだよな。お、これはアリゾットの米か。本当はね、丸い米があるはずなんだけど、丸米、そう、米は米でも丸い米を探してるから。これこれ、理論って書いてあるけど、これ丸い米って意味なんですよ。これ結局モノプリか。 500g だって。今日めっちゃ歩いたのにさ、このモノプリって店はうちのめっちゃ近くにもあるんですよ。